はい、皆様こんにちは、佐々木小森です。前回の戦いを続きからやっていきます。なかなか進むのが遅いです。あ、間違えた、引っ越しちゃった、引っ越しちゃった。難しいんだって、この加速と減速をうまいこと1回分けるのができない。結局その連射パッドのボタンを押さないと俺らの負けだ。発動しないのダッシュが。テラレーンって、道に迷ったか。イワーク、イワーク、ダメちゃん。あー、締め付けがかかるぞ。葉っぱガッターだ。シュッシュン、シキン。オッケー、九州だった。ここはまずかった。チェンジ、ヒーロー、ポケモンをカエルでダネちゃんに変えて、裏落としならいいや。葉っぱガッターだ。シキシキシキン、パーン。まず進んだ。レベル差が違う。いいよ。あ、待てた。あー、アップね、ヒーロー心臓コロ。ダネちゃん行け。丸く並んでいい。葉っぱカッターだ。シュクシュクシキーン。スパーン。危ない。ソニックブームで死ぬぞ、これ。戦ってる場合じゃなくて、リグちゃんどっちだっけ。お前も迷子なんかい。やばい、これはだるいぞ。突っ込んでるうちにこっちまで友倒れ。ピカチュー、オッケー。もうヒーローの体力がやばすぎるわ。っていうかランサーが毒属性の技を使えるんやったら全然使えんねんけど、ダンサーは独属性の技使えるわけじゃないから、グー乱れ好きとかで戦うしかなくなる。で、めちゃくちゃ時間かかんのよな。敵を一撃で倒せへんから。で、当たらへんしさ。こんな当たらんってある？乱れ好きそんな当たらへんのか。いやいやいや、戦った方が強いね、これ。やばい、死ぬよ、これ。もうここむちゃくちゃやわ。ダネちゃんの葉っぱ方に取られる。あ、ここまでのご視聴ありがとうございました。それでは、次またここまでも。今回の動画はいかがでしたでしょうか。面白かったですかね。もし面白かったならば、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた別の機会でお会いしましょう。それでは。